死境長は、大見国人志政治藩の、第十代の藩主、人志政治藩主橋家十一代、では庄内藩主、堺正式の四男で、堺正史発の弟に当たる、小和長寿、長女皇后など、養子に、一橋長道、官位は、十五位下、正五位、正四位、生き守る、下佐守る、幼名は高三郎、はじめ、 調和と名乗っていたが、後に長吉と解明する。天保14年5月16日、仙台藩主、司教長富の養子となる。長富の男子は創生していた。高下元年8月15日、将軍、徳川家吉に敗越した。同年10月7日、長富の隠居により、家督を相続した。同年12月16日、従法した、下尾佐守に助任した。後に、 生き守るに改めた。火英6年、ペリー来港から国内が政情不安に陥ると、軍備の増強の必要性を感じ取って火薬の製造を行っている。文久2年4月28日、ひと政治犯を格好ところが良い西大子藩へと解消した。慶応3年12月22日、上落し、新政府を支持する姿勢を示した。 明治元年1月27日、新政府に敵対姿勢を示す武蔵川越藩主、松平康秀の大見国内の領地の支配を命じられる。同年2月20日、藩平の少なさを理由として、東山道陳部総督府軍の食料補給の任務の辞退を願うものの、認められなかった。明治元年の東京店舗では、明治天皇の仕事京都警備に勤めた。 明治2年4月22日、藩籍奉還により、藩知事となり、明治4年の廃藩知見で面官されて、東京へ移った。明治15年正月17日、62歳で即居した。墓所は、東京都荒川区西日暮里の代々の母大寺である、南仙寺。ありがとうございます。